まずは清水彩乃選手。続きまして加藤美優選手。さて SBC ドリームテニスツアーファイナル大会初日、ここからは女子 C グループの清水彩乃選手、加藤美優選手の試合をお送りしていきます。会場は兵庫県三木市にあるブルボンビーンズドームセンターコートの放送となります。この試合の解説はプロテニスプレーヤー、研究者、解説者と三刀流の肩書きを持つ佐藤文平さん。あの三刀流ってスマホで検索したら出てこなかったんですよ。一本錆びてるんですよ言わせないでください。一本錆びてるんです。いやね、今話題の、ね、大谷選手よりもね、そうですね、多い三刀流ですから。持ちきれなくてたまに落とすんですけどでもまた拾ってっていうのがこの僕の根性なんで、はいはい、楽しみにしています。今回の解説もそしてもうお一方ゲストに、今年7月のSBC ドリームテニスツアーファーストを最後に現役を引退した元プロテニスプレーヤー、美人プレーヤーの牛島理沙さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。美人プレーヤーっていらないですね。いやいやちょっとどれどれよく見させてもらっていいですか。やめてください。見すぎ目力強いんで。あ、なんか楽しいですねこの放送席。今日さっきも足立アナ男の方と、はい、あの僕よくやるんですけども、そこでやってたんですけど、ちょっとその時と楽しさが違います。じゃあちょっと今回は楽しく、はい、楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ清水選手と加藤選手、どうですかこの対決、予選リーグで。いやー、かなりの注目カードがもう初戦っていうかもう、ね、こんなに最初の方に見られるなんて、うん、楽しみ楽しみ。あの本当優勝候補の2人と言っても過言ではないですよね。本当にそう思いますね、うんうんうん、かなり観客の方も入ってきて、そうですね、会場も盛り上がっております。牛島選手は清水選手と仲がいいとお聞きしました。そうですね、もう仲がいいというよりはもう中学、まあ、小学校3年生ぐらいで、私がで綾乃が小学校1年生の時から知ってて、同じクラブでプレーしてるので、もう性格もそうですしプレースタイルももう知り尽くしております。血つながってるぐらいですね。そんなにか。もうほぼつながってるんじゃないかって。ほぼつながってる言ってもいいぐらいですね。じゃ あの何を聞いても大体大丈夫ですね。答えられます。清水彩乃選手権とかやってもいいぐらいですね。え、どういうことですか。好きな食べ物。あ、そっちはそういうことか。好きな食べ物何でも答えられますよ。何でもいけちゃう。本当にあのうどんが好きです。スードンが。スードン、スードンが好きです。かけうどんっていうか。あ、いいな。何にも具とかないやつ、シンプルなのが好きなんです、はい、そのうどんのパワーが今日発揮されるかどうか。そうですね、食べてきたんじゃないかな、ここに来る前に。そして佐藤さん、あのグランドスラムなど佐藤さんよく行かれていると思います。加藤選手は大活躍していますよね。佐藤だの加藤だの確かにちょっと、はい、え、なんて。いやいや、いいですよ、いいんですよ加藤で。いやよく皆さん文平さんって文平さん、はい、私初めましてなんですけど、文平さんでも大丈夫ですか。 ありがとうございます。よろしくお願いします。いやー、まあ本当に加藤選手はね、グランドスラム、ダブルス、全仏オープン、さまざまなことありましたが、ありましたが、はい、優勝して、いやーすごいですよね。いやー、このミックスダブルス優勝ね、本当に我々少し前の世代ですと平木理香さんとか、まあそれこそ杉山愛さんもそうですけれども、ダブルスでやっぱり女子選手こう活躍する姿を見ると、あ、ここまでたどり着けるんだっていう、はい、このあたりがね本当に、まあ、夢もそうですけれども、ポテンシャルの高さ、見せてきますよね。で特にシングルスでも全日本室内優勝したりしてます、はい、昨年ですかね。そう、去年の年末のちょうど同じ時期ですよね、この辺りの12月に、ね、いやだってそんな、そういう練習シングルスをメイン出てっていう感じじゃなくて、世界のトップツアーではダブルスをメイン出てるイメージなので、それがポッと出て優勝できるんだと思ってすごいですよね。で私も加藤選手とショートセットの試合した経験があって、あ、はい、でその時も、いやいや、まあ、普段いやいや、あの負けました、しっかり。なんか悪い顔してましたよ今
負けたんか。そう、ただなんかその私もダブルス普段やってるし試合形式も特殊なんで、うんうん、やっぱり最初立ち上がりとかでいけるかなと思ったんですけど、うん、もう全然もうそんなことはなく、もう最初からしっかり対応されて、あ、そうかそうか、はい、その立ち上がりにちょっと、ね、アドバンテージこっち握りたいとこでしたもんね。そうですね、それが全然そういうわけにはいかず、もうやっぱりフィジカルと、私の印象だとやっぱりパッシングショット自分が得意なんですけど、うん、全然抜けなくって、本当に抜けなくて、なんか動きがいい意味で女子選手じゃないですよね、うん、本当に、うんうん、なんかグランドスラム私も何度かちょっと実は加藤選手に連れて行っていただいてるんですけど、うんうんうん、あの外国人の本当トップの選手、トップ10入りの選手と動きが本当一人違って会場も沸くんですよ、うんうん、加藤選手に。 それがやっぱりダブルスだけじゃなくてシングルスにも生きてるんですよね、きっと、うんうん、絶対そうだと思う。本当にフィジカルもすごいし、うんうん、やっぱり背もねそんな高いわけじゃないけど、ね、世界で戦えるってことはそれだけやっぱフィジカルでカバーしたりだとか、うんうん、そういったこともあるんじゃないかなと思います、うんうん、この2人実はその島津じゃなくて、あ、去年の KO チャレンジャーの準決勝で対戦していて、うん、はい、加藤選手から6-0、6-0。何？知ってます。知ってます。そんなことあります？はい、もうそんなことあるんですか？そうですね。多分私もしっかりフルで試合見たわけじゃないんですけど、うん、全然多分そのラリーとか打ち合いでは、あのもちろんそんなね一方的だったわけではないと思うんですけど、うん、もう清水選手も自分で結構自虐されてるぐらい、なんか今回は1ゲーム取るって言ってました、うん、言ってました、意気込み教えてくださいって言ったら、そう言ってたので、そうですね、ちょっと期待したい。いや、でも こういうふわふわ系の女子が1ゲーム出るとか言うと、うん、ふわふわ系ふわふわ系じゃないですか、どう見たって清水彩乃。いや結構毒舌ですよ彼女。いや、そういう子がこう毒づき始めたらやっぱ怖くないですか？そうですね、多分うちに秘めたもの持ってると思うので、いやどんな試合展開になるかね、楽しみです。さあ、まもなく試合がスタートします。まあね、加藤選手やっぱりこう1000万円取ったらえげつないジュエリーを買うというぐらいなんで、まあ、そのジュエリーへの第一歩ということで、ジュエリーへの始まりますね、サービス始まります。最初のポイントは清水選手です。ちょっと緊張感も加藤選手ありますね、見えましたね。これはアウト、フィフティーオールです。清水選手今日2試合目なんですよ、加藤選手は1試合目なんですけれど、そうですよね、はい、なので加藤選手立ち上がりがどうなんだろうっていう感じですね。そのやっぱ1試合目は難しいですからね、絶対1試合目清水選手西本選手との対戦、はい、これどうだったんですか？4-3、4-3タイブレークの8-6、7-0です。なかなか競りましたね、はい、まあ、ということはもうすでにそこは出来上がって、まあ、疲労感はどうかちょっとわからないですけど、うん、プレーとしては出来上がってる感じでこう入ってきてますもんね。そうですね、立ち上がりとかは清水選手の方がやりやすさはあるんじゃないかなと思います。サーティーオール、これえげつないジュエリーってどのレベルまで行くんだろう。いや、加藤選手のえげつないですからね、うん、確かにハリーのハリーまで行っちゃいますよ。ハリーのハリーのハリーぐらいまで行っちゃうんじゃないですか。ハリー、ハリー、ハリー、これはアウト、40-30。そうか、まあ、でももうすでにグランドスラムでこう活躍してる選手だから、まあ例えばこういうのがまあ、遠征費になんていうのではなくて、全てもうそういう、まあ、自分自身の、まあ、夢というか楽しみとか、うん、まあ、豊かにするような人生を豊かにするようなものにこう使っていけるっていうのは、うん、やっぱりそれは、ね、まあ、今ツアーで戦っている選手の特権でもありますよね、うん、これはいいショットです、清水選手。ナイスショット、デュースです。
ノーアドですからね。そうです。フォーティオールです。そうでした。でこれでアドサイドを清水選手選択して。バックサイド。そうですね。彼女のバックハンドかなり威力がありますからね。自分でも自信を持ってると思うので、お注目です。センター。こういう時にプレッシャーはやっぱり。ちょっとね絶対キープしたいと思っている加藤選手にありますよね。ありますね。ファーストサーブ大事です。バックハンド入った深い。深い。おっとおっとこれはちょっといやアウトですね。ちょっとだけまあうん、際どかったですけど少し、まあ、肉眼ではアウトに見えても、ね、仕方のない場所に落ちましたね。ちょっと審判に加藤選手もちょっと危ないんじゃない、ね、落ち着いて落ち着いてちょっと落ち着いてなんかまた悪い顔してますけど大丈夫、落ち着いて大丈夫。いやでもまだねファーストゲームですから、うん、いやでもどうですかこのショートセット、うん、まあ確かにでのファーストゲーム、うんまあ、もちろん取りたかったですよね、まあ、もちろんそうですね、うん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 、ただ全然、まあ、でもここからありますからね。でも確かに清水選手ふわふわ系女子顔に似合わずめちゃめちゃ打ちますね。そうですねもう彼女にもうつなげるということは一切ないの で、 あそうです。最初から最後まで打ち切ってプレーすると思います。おいいストレート。でもあれですよね、全日本も優勝されたりやっぱりそういうところでも打ち切って勝ったみたいなそういう自信がね、プレーのこの随所に見られるというか。そうですね、良くても悪くても彼女は打ち続けるので、はい、もう迷いがないっていうのが強さの秘訣だと思います。そうですよね、一貫してますもんね、はい、やっぱりそういうあたり見てて気持ちいいですよね、うん、気持ちいい、うん、深いいいラリーが続いてます。これは加藤選手のポイントです。すごいラリー。清水選手はワンブレイクアップの 1-0 50オールです。コメントでなんでリサさん実況してるんですかって来てますよ。うん、なんでだろうな。なんでだろうね。なんででしょうね、それは。なんかしちゃってるな。牛島選手、この SBC ドリームテニスは去年から始まって皆勤賞でしたっけ。皆勤賞ですね、皆勤賞です。で、ね、ずっとリーグ戦上がれなくて、あ、もう苦手なんだなって思ってたら、最後の最後で。ね、7月ね。上がれました。だからきっと主催者側も本当は出てほしいというかいてほしいからゲストとして。お、これはナイスレシーブです。今ちょっとアウトだったんじゃないかみたいな。おっと、アウト、アウト、今のはアウト。どうですか放送席から、私の角度、私右がちょっと右側から見えたんです。文平さん結構正面じゃないですか。いや僕今コメント欄見てました。ちょっとね今入ってるようにもう見えましたがね。まあこれはお互い、まあでもこういうね際どいところをどう自分で消化していくかですからね。このあたりあのコメントにダーク加藤がちらっと顔出してきたかとか来ますけど、いやいやいや、けどでもそのあたりのメンタルマネジメントはやっぱり、ね、慣れっこみたいなもんですからね、うんうんうん、40-30 クロス、これも深いです。前出ました、このボール、ね、加藤選手ナイスショット。落ち着いてますね、さすがですね。本当にフォア振られた時にやっぱり外側にステップがバッと出てスライドして、そこから切り返すそのスピード感ものすごい、まあ、ストレッチも効いていいですよね。瞬発力ありますね。またフォーティオール、お
デュースサイドなんですね。これはわずかにフォルト。あ、なんか緊張する。私じゃないかよ。緊張する。おっとこれは打ったが、ネットです。まあ、加藤選手の、まあ、緩急というかボールの、まあ、軌道ですよねの上げ下げ、まあ、本当にそのあたり、まあ、清水選手のプレースタイルと少し違うのはこのあたりの高低差かなとは思いますけれども、清水選手が今打ってミスしましたけれども、本人がもう本人のテニス哲学として打ってこの私のテニスが完結するんだって思ってれば、まあ、今ブレイクされましたけれども、まあ、全然なんていうんですか、試合として保つことができるのかなっていう気がしますよね。さあお互いブレイクしてワンオールです。50ラブ。ダウンザライン、クロス深い、ここまたダウンザライン、フィジカル回り込んだ、おっと最後だけでしたね、タイミングが、いやあのあたり振られたところのフォアハンド側のフットワーク、さすがですよね、バランスが全く崩れない、本当に連続写真で横に真横に動いてるのかと思うぐらいスライドしてますね、ブレないですね。50オール。しかもあそこでストレートにあんないいコースに打てるなんて、さすがです。さあこれはファーストサーブ、いいサーブです。ちょっとね圧かけてきましたよね加藤選手、サーブも含めて、より攻撃的にプレーして、まあ、不利なジャッジとかありましたけれども、その後になんかこう一つスイッチ入ってるような、知らんけどって言われそうですその通りです、ね、またファーストサーブ入りました。 40-50 あんた知らんやろ思ってないですよ絶対思ってますよ、誰が思うんですか絶対思ってます思ってますか牛島さん。コメントしづらいな。あれ。しづらいの。お、ここでスライス使ってきました。ダウンザライン。あ、出た。振り切りました。出ました。清水選手ちょっと体が右方向に倒れながらバックアンドダウンザライン逆方向にこう打つような仕草があるんで、なんか本当はどっち来るんだろうっていうような感じで相手に思わせる瞬間も結構ありますよね。バックアンドストレートは彼女の一番の武器ですから。あ、またストレート、深い、これも深い、ドロップ使った、面白い。でもちょっと優しさが足りなかったですよねドロップショットに、もう少しふわっとふわっといきたかった、ちょっと硬かったですね、ちょっとね優しさが足りなかったね、優しさが足りない。さあ加藤選手キープして2ゲームス2-1。いや加藤選手もかなりこう体温まってきたんじゃないですかね。そうですね、でもやっぱり全然シングルスもね普段されてないけど、それを全く感じさせないプレーをもう序盤からしてて、いやすごいなすごいな牛島選手もこのレベルで戦ってます。つい何ヶ月前、5ヶ月前くらいかな。いやもう考えられない、みんなやっぱ強すぎるないやいやいや、同じレベルにいましたからね。いたんかな。はい、いましたいましたあと全然関係ないこと言っていいですか。ダメですよ、それは絶対ダメです。ダメです。絶対言っちゃダメです。いやなんかあのここではダメです。清水選手のこのパンフレットに尊敬する選手松田正人選手、はい、で理由がバックハンドが得意だからって書いてあったんですけど、私のコーチバックハンド打てないんですよね。選手、あ、コーチなんですか。そう、私のコーチの名前書いててバックハンド打てなくて全部スライスなのに、それ完全にちょっといじってるじゃないですか。ふざけてますね。ほらちゃんと仕事して。清水選手のサーブです。
でも今こうオフシーズン、まあ、来年に向けて全豪オープンの前哨戦から多分あの加藤選手も始まると思うんですけれども、このあたり今ちょうどねあの体を作ってるところで、うん、ただ拠点がこのビーンズドーム、ブルボンビーンズドームですので、このあたりは試合に出つつも体を作っていくなんていう期間なんじゃないかなと思うんですけども、まさに加藤選手、はい、そんな簡単な期間ではないですよね、うん、試合をやるにしても、うん、さあこれはいい角度取った、あさあしっかり決め切りました、フィフティーオール。ここまで動けているところを見るとやっぱり早い段階でオフ期間を取れて、でそれで充実した、まあ、メンタルリフレッシュができて、で体が作れて今ここで、まあ、左右にあのしっかりと動けているので、まあ、いいオフが取れたんじゃないかなって勝手に推測してますけども、蹴っちゃった、はい、いいキックが出ましたね、すごいナイスコントロール、やっぱこういうところでも運動神経の良さが垣間見えますよね、はい、蹴っちゃった、あんまり蹴っちゃわない方がいい、いや蹴っちゃっていいんじゃないですか、全然ナダルだって蹴りますし、そうです、ね、人のこと蹴っちゃダメですかそれはダメ、ちょっとずれました、サーティーオールです。あのさっき文平さんがおっしゃってたそのトレーニング期間について、うん、加藤選手あの今まさにトレーニング期間なので本当、うん、トレーニングするつもりで試合入るぐらいの気持ち、うんで話してましたね、まあ、同時にやっぱり試合感も失いたくないっていうのが結構あったりするんで、まあ、この SBC ドリームテニスツアーの立ち位置っていうのはやっぱり、ね、あのおっと入た切り込んださあこれわずかにアウト、いやこのあたりね切り込み隊長的なバックアンドリターンダッシュいいスピードでしたね、でボレーもねやっぱりそのあたり反応非常にいいので、面作りがいいですよね、この立ち位置をどう捉えるかですよね、 SBC ドリームテニスツアーのやっぱりメリットはすごい大きいと思う、多いと思うんですよね、はい、あ、いいサブ、これはネットにかけました、うーん加藤選手ブレイクの 3-2-1 ですね、でも彼女多分チャンスボールのミスとかに関しては全然気にしないタイプなので問題ないと思います。僕みたいにくよくよしない。くよくよするんですか。されるんですか。くよくよしますよ本当にネット。ネットですよ。でもまあアップダウンあんまり喜怒哀楽、まあ、自分の中で、ね、出しすぎてもっていうところもあるんで、うん、彼女はもう打つって決めてるようなもうテニスしてますもんね、うん、そのあたりは、ね、それでミスしたんだったらしょうがないと。うん今のもわずかにアウト、フィフティーラブです、ショットの質が高いですね、うん、本当に文平さんキャピキャピしながらも解説の仕事ちゃんとしてて偉いキャピキャピ声でわかるんですね、上がっちゃってるの分かります、バレてますバレてるんじゃないですか、でコメントあるんですもんね、コメントにバレ伝わっちゃってる画面越しに声に出ますからね、今日ちょっと違いますよねやっぱ一味さあ力強いラリー、あこれはネットかけました、ちょっとふてくされたな今、加藤選手後ろでこうやっぱしっかりと動きながらも前にこう入ってくる姿も印象にあるじゃないですか、はい、このあたりがね清水選手にどう映ってるかですよね、やっぱ前とかに出てこられるとプレッシャーだと思います、すごくこれが上手ですしね、加藤選手反応もいいし、ええくなった。おっとっとっと。ちょっとタイミングがずれましたかね。先ほどこの大会の位置づけと話していましたが、藤島選手はこのオフシーズンに行われる SBC の大会、うん、どのように捉えていましたか。いやお金欲しいな。確かに。そうですよね。でも本当夢のある大会ですよね。本当にだってもう半端じゃないですから、うん、賞金が。今大会ファイナルは1000万円ですからね、優勝ですよ。ブーベーさん、あのグランドスラムって1回戦、はい、1回戦本戦出場でどれぐらいもらえるんですか。約1200、300万ですね、円換算した時には。
まあ、ただ税金いろいろ引かれて、うんうんうん、手取り多分900万ちょっと1000万届かないぐらいだと思いますけれども、でもやっぱりグランドスラムすごいですよ。すごいですね。興行としてもやっぱり成り立っていて、US オープンは特に予選はフリーですからね、無料でみんな見れますからね。そうですよね。このあたりはすごいなと。ただ中に入ってやっぱりこう買うものの値段は今円安なので非常に高いですけれども、でもそれがエンターテイメント、要するにただで入ってるんだから中で買おうよっていう、このスポーツビジネスの成り立ちは非常に、まあ、正解かなと思いますね。お互いウィンウィンですよね。そうですね。さあ30-40ブレイクチャンス、清水選手です。ちょっと高めのボール使った、出た、前に出た、ナイスショット、スススと前に来る、来てましたね。また落ち着いてバックハンドのドライブボレー決めていきました、牛島選手。すごい。選手って言っちゃった。あ、もう引退してる。フォーティオール、ファースト、ここはファーストサーブきっちり入れていきました。いや、さっきのフォアハンドもかなりスピンかかってましたね。相当多分相手からすると嫌だと思います、あのボールは。ファーストセット加藤選手が 4-1 で取っています。まあね、やっぱりこのブレイクした後自分のサービスをキープするところまで、まあね、お家に帰るまでが遠足って言うじゃないですか。それと一緒ですよね。やっぱりしっかりブレイクした後にキープするところまでが完結なんで、 C じゃないんです。2人で C じゃないんです。まあでもそういうこと、そう、たまに寄り道するじゃないですか。コンビニ行ってちょっとお菓子買っちゃって、はい、であと報告行って怒られる、はい、報告が家に行ってさ、うん、怒られるじゃないですか。それをしちゃいけないってことですね。寄り道しちゃいけないです。すぐブレイクした後すぐキープ。さすが三刀流の解説者の解説は分かりやすいですね。そうですよね。いやでも加藤選手最初1ゲーム目ブレイクされてからその後4ゲーム連続で取りましたね。やっぱり気持ちの持ち方もさすがですよね。全然今首回してましたよね。回してましたね。首になんか重いもの乗っかってたんですかね。うるさいなこの解説みたいな。聞こえてるかもしれない。やばいやばい。清水選手がどうこのセカンドセットで今のこのね、あの1セット目の情報を自分の中で集約してまた出してくるか。いやいや打つだけですよ私はって多分言うと思うんですよ多分ね。まあ、でもその打つだけの中にも戦略はありますもんね、うん、でも清水選手ファイナルに何笑ってんすかさっきから。さっきからフフフフクス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 面白いコメントが何ですか読んでください。清水選手有言実行、ちゃんと1ゲーム取ってる。、ね、確かに、まあ、だから完璧じゃないですか。まあそうですよね。本人の目指しているところ目標は、まあ、そっか、もうだそれ達成された後に自分が どこまで飛べるか、このプレッシャーがやっぱすごかったと思うんで1ゲーム取りたいっていう。じゃあもう解き放たれてますね。解き放たれから解き放たれた清水は高崎からやってまいりました。さあ2セット目スタートしています。これも落ちる、深いバックハンド、うんうん、これですね。バランス出た出た、前に出た、これはボレーちょっと今怪しかったですけどね。だいぶでもなぜちょっと怪しくなったかっていうと、加藤選手がやっぱりそのスライスで相手にちょっとボレー一回打たせようっていうこのディンクショットみたいなのをやったんですよね、うんうん、この辺りでちょっと合いづらかったですけども、よく今展開しましたね。フィフティラブ、深いレシーブ、これは前に出た加藤選手。おっとっとバランス崩しましたね。落ち着いてダウンザライン決めました清水選手。いやでもちょっと清水選手質が上がってきましたよね、うん、気持ちを切り替えたんでしょうか。サーティーラブです、うん、コメントで NN さん会話のラリーがネットしてんぞとか言ってきてるんですよ。そんなことないですよね。続いてます、続いてますよ、ね、はい。あれネットしてるって言ってます。僕だけネットしてる。いやいやそんなことない。僕だけネットしてる。たまにちょっとネットが、あれちょっとネット多いかもしれない。ネットインまで行ってますけど、はい、最後はちょっと入って終わってます。入って終わって今のところは、
コアダブルフォルト30-50です。オフシーズン、まあ、こういう次の、ね、シーズンに向けてやってる中で技術とか、まあ、体もそうですけども大きく変えれる期間だし、その中でこの SBC ドリームテニスツアーでそのあたりを試していく、先ほど西岡選手も言ってましたけれども、いろんな、まあ、その正式な、まあ、3セットマッチ5セットマッチっていうフォーマットではないので、その中でどう試していけるかっていうことを言ってましたけど、ね、人ってやっぱ変わるのなかなか難しいじゃないですか、対応するのが。そこを臆せず、まあ、あの勝ち負けをこう先につなげるために、まあ、こういう試合をうまく活用していくというか、でなお結果が出れば次のシーズンに自信になりますしね。サティオールです。これはわずかに際どいですね。アウトか。加藤選手、去年の全日本室内で優勝して今シーズンいいシーズンを送れたので、今回もいい結果を残して来シーズン納得いく形を作りたいと話していました。サポートネットにかかった。お、清水選手キープしました。また1ゲーム取りましたね。また2ゲーム目ですね。2ゲーム目ですね。ほら、だからやっぱりその、ね、目標達成した後、うん、どこまで飛べるか。あ、じゃあもうプレッシャーから解き放たれたんだな。だなーって血つながってるぐらい仲いいんじゃないんですか、清水さん。だなーって、まあ、およそ他人の言い方ですよ、それ。そうですね。いやでも多分最初からもう本当にノンプレッシャーでやってると思います、うん、清水選手何も多分失うものはないので。なんか試合結果見てると結構ファイナルで勝つこと多くないですか、清水選手。そうですね、やっぱ勝負強さもあるし、やっぱり少しはつなげたくなっちゃうものですけど、どんなに競ってても打ち切るので、まあ、それが相手からするとまだファイナルになればなるほど、そうそう、多分プレッシャーになると思います。そうか、ジュエリー加藤 VS ラストの清水みたいなもんですね。さっきコメントでもありましたね、うん、いただきました。ジュエリー加藤、ジュエリー加藤選手、その1000万えげつないジュエリー買うって言ったじゃないですか。、はい、清水選手なんかガチャガチャ回すみたいな。あ、そうです。でもこの歌、そうなんです。ただ彼女はガチャガチャ大好きなんで、あのもうガチャガチャの店をもう経営したいって言ってましたね。だからやるならぜひ YouTube 回しながらガチャガチャ1000万円分回してみ てみたやってほしい。あ、いいかも。そしたらだってね、あの YouTube 分をで再生回数でまた元が取れる可能性ありますからね。さあ、ここはいいスマッシュ打ちました。内緒、まあ、収益化されてたらですけどね。50オールです。需要なさそうだけどな。ない、いやでもいないですよ、1000万円をガチャガチャにかける。でもいないですね。ふわふわ系女子清水彩乃の1000万円ガチャガチャに全て使ってみたは結構なんか面白い、見たくないですか。確かに。でイライラする過程が、いや時間はいいんですよ、かけて何事もそんな簡単にそんな再生回数もらっちゃダメですよ。いや、この回すのにそれで検証円になったと。来シーズンちょっとちょっと休憩しますと。なんかせっかく夢のある試合なのにそういうことが起きてしまうとちょっと悲しくなっちゃいますよ。確かに。50-30です。でもなんかそのあたりね、その何したいこれしたいっていうのがこのパンフレットに書いてあるのは結構面白いですよね。面白いね。さあ、これわずかにアウトです。出たね。文平さんは1000万円もしこの大会で優勝したら何に使いたいですか。それはもう息子の学費ですよ。当たり前じゃないですか。そうですよね。そんな僕もう 1円も使いません。絶対嘘です。本当です。これは高いボールを使った。きた、打ちますね。ここは乗っている。ショートクロスを逆クロス、これはいいポイントです。清水選手ブレイクチャンスですね。30-40。さあ、ここで加藤選手どんなプレー見せるのか注目です。
入った。サードライン、乗ってる。さあここは長いラリーで清水選手が取りました。 2-0 ブレイクして清水選手から2ゲームスラブです。今ちょっと加藤選手あーという声も聞こえましたね。あれ聞こえてなかったですか。聞こえましたね。悔しがっていました。でも加藤選手もなんかやっぱりコースをこう突きにくいところ、やっぱりセンターとかに多めに集めてるような印象がありますね。やっぱ真ん中からだとコースやっぱり突きにくくて、サイドに打ちすぎちゃうとやっぱりストレートとかとんでもないのが飛んでくる可能性があるので、対策とかしっかりしてるんじゃないかなと思います。そうですね。これわずかにアウト、ラブ50です。センターファーストサーブ、ナイスサーブです。50オール。清水選手上げてきてますね。またファースト入った。深い。これも深い。あまりその清水選手が、まあ、余計なことをしていないというか、展開展開というわけではなくて、本人がしっかりと、まあ、強い球で質のいい球で打ち続けて、まあ、狭いところ狙っていないというのが一つ要因としてあって、何かしなきゃいけないって多分あの加藤選手の方が思ってるんですよね。際どいところではなく、しっかりとコートの中でプレーできるような展開を自ら作っていて、でコースチェンジを加藤選手さやらせているような感じですね。サーティオール、そういったプレーっていうのはやっぱりこう狙いながら探りながら掴むんですか。そうですね、それも絶対あると思うし、やっぱり何回か対戦があるし、直近でも対戦があるので、まあ、多分本人の中でもいろいろやっぱり対策したりとかしてると思います。私も思ったことがあったらちょっとメモしといたりとかっていうこともしているので、あ、今してないですよ今もしてたらちょっと復帰が見込まれますね。本当ですね。30-40 いいサブ、中に入った、しっかりクロス決めました。いや、清水選手、あのテイクバック構えの時点から、まあ、かなり、引き込むというか、で一気にスイングするようなフォームするじゃないですか。なのでこう隠されてるような感覚にもなるんで、あれで構えられたらちょっと辛いですね。加藤選手、そうですね、分かりづらいですね。40オールです。さあストレート、ダウンドライン、逆クロス、これはわずかにアウトです。今のですね、文平さん、どっちに打つか、引き込んで、そう、今若干、まあ、アウトしましたけれども、あのあたりは、まあ、どっちにでも打てるような体勢をこう作るぐらい、まあ、最後にもうワンステップあって体が逃がせたら、なおさら良かったですけれども、まあ、そのあたりは彼女の特徴ですよね。加藤選手も動けてなかったですね今、どっちに来るかきっとなかなか分かりづらい、そんなフォームなんでしょうね。あ、でも振り切れてますね、清水選手、いつも通り打ち切ってます。清水選手からセカンドセット2ゲームス2ワン、1ゲームリードしています。でもやっぱりチャンスボールとか打つ時も加藤選手ってなるとプレッシャーですよね。ほう、取られちゃうからパスもうまいし、
チャンスでもチャンスじゃないというか、そういうプレッシャーも少なからずあると思います。それだけでプレッシャーになるってことですもんね、相手が加藤選手っていうだけで、ジュエリー加藤があそこにいるだけで、そう光ってるのかもしれない、キラキラしてキラキラして圧がちょっと今のネットしてネットインではないですか、大丈夫ギリギリどうですか、しじまさん、ネットかな、ネットなんだいいんですよ、何回でもネットしても最後まで成功するまで諦めなければ、確かに、ね、大事です。これ今見た人分かってないかもしれないですけど、確かに会話の中で、文平さんだけラリーが続かずネットしているかもしれないっていう話をね、さっきコメントでいただいたんで、はい、いいんですよいいんですよなんか今日僕誕生日なのに当たりきついですね、皆さん誕生日なんですか、誕生日ですよ、12月16日、おめでとうございます、おめでとうございます、僕とベートーベンですから、12月16日、まあ、まさにこれは運命ですからね運命痛い今ただ後ろ選手私の肩いいんですよ、もっとこの会話広げてフィフティラブですぶった切ってくスルー深い、うわこれは高い、回り込む、ダウンザライン、わずかにアウトです。いやいいラリーですね、見応えあります。あの高さを使うって女子選手どうなんですか、なかなかいないですよね、本当にいない、スペイン人とかだと結構いますけどね、クレーがなんだろう、ホームコートだったりすると海外ではいますけど、日本では本当に、コメントの皆さんありがとうございます、ユウさんも NN さんも、やっぱこうやってねコメント欄あったかいな、やっぱりどんなコメントしてくださって、誕生日おめでとうございますをくれるんですよ、実況席と全然違ういやおめでとうございます、お伝えしましたよね、フォーティーラブ加藤選手、38歳のおじさんがこうはしゃいでるのもちょっと辛いじゃないですかいやいや楽しくやりましょう、キャピキャピしてるのバレてるしさあこれはストレート、アタック入っている、これも入ってます、ダウンザライン、ダウンザライン、おお今のタイミングどうですか、しじまさん、いやかなりタイミング早いですね、もう一切球を落とさずに、もうなるべく早い段階でもう捉えていくという清水選手のスタイル光ってますね、いいプレーが出ました、40-50、深いです、これですよ、来た、そっち来ました、早いタイミングが、逆クロスですもんね、ちょっと今そうですね、サイプレー続いて40-30、いいサブ、これはネットイン、入った、しっかり決めていきました、ノワードですね、さあどっちを選ぶ、フォーティオール、ね、一本勝負がこれ清水選手取ったら 3-1 リード広げて、まあ、結構大きなポイントじゃないですか、そうですね、かなり大きいです、わずかにフォルト狙っていきましたね、加藤選手かなり狙ってました今、さあ叩いた、乗っています、おっと、アウトか、際どいですね、まお互い様ですね、はい、うん、これがもうまあ、肉眼で言うと、あと普段よりもやっぱり先進の数が少ないので、やっぱりそのファーラインまで把握しなきゃいけないっていうのは結構、
主審としても辛いものはあると思いますし、うん、そうですね、肉眼で少し外に出てたらやっぱり出てるように見えますのでね、うんうんうん、それが1ミリ乗ったとか、まあ、これはもうチャレンジシステムがあるところだから成立しているようなものなんで、2オール声出てます加藤選手、牛島選手はああいうちょっとこうジャッジがどっちかなっていう時どんな気持ちで対応してましたか？ブチギレるでしょえでも結構心の中でブチギレてますこんなまさか、いやだから審判の身になってみてくださいよ、審判、ね、審判ビクビクしてましたよ今、あーでしょ、いいボールです、いやでも私も先進やったことあるので大学時代に、わかります、これフューチャーズやってるからね、フューチャーズやってます、筑波大学フューチャーズ、もうそんな無理ですよね、全部を正確に言って、そうですよね、無理です、で終わった後に、あ今日内島選手から怒られたって言いながら、そうもうねどっちの気持ちもわかりますから、そうですよね、うん、まあ後で差し入れ入れましょう、はい、そうします、後でね審判席に、はい、そうですよね、フォーティーラブ清水選手、ガッと切れた、切れましたね、レシーブ、さあここキープしてラブゲームでキープしました、3ゲームスツー2です、ガッと切れるって珍しいですね、だいたいやっぱり選手みんな試合入るときはニューストリングで、試合に入るはずですので、もう4ゲーム、まあ、ショートセットで切れるなんてことはちょっと考えにくいんですよ、でも加藤選手やっぱりトップスピンもそうですけど、そのラケットワークものすごく多彩なので、先ほども浅いボールありましたけれども、そこをしっかりとヘッド回して持ち上げたりとか、この辺はもうね技術としてものすごい高いものがあるんで、まあ、ガストリングの消耗もやっぱりあるんじゃないかなとは思いますけどね、相当スピンかかってますもんね、そうですね、女子選手ではなかなか見ない、見ないですよね、だから清水選手もそういう意味では手首ガチャガチャで鍛えて、確かにガチャガチャで鍛えてそれでトレーニングしてるって聞きますけど、新しいな、それで、ね、すごい新しいトレーニング、新しいぞ、だから今から今この試合を見てる人はなんでガチャガチャの話してるかって多分わからないと思うんですけど、パンフレットに書いてあるんですよね、これ1000万円取ったらガチャガチャに使うって、相当回してますよ、相当回してる、相当回してます、手首鍛えて、はい、それが生きてるのか、ラブ50です、来てますよ内島さん、何ですか、内島さんはブチ切れても絶対可愛かったと思う、やだリチャードさんやだじゃない、ちょっと1回だけ1回だけブチ切れてみてもらってもいいですか、1回だけちょっとブチ切れ、試合しないとブチ切れられないな、でも私結構試合中切れてますね、怖いですね全然そんな風に思わないですけどね、そう結構切れてる、50オールです、切れてるんですか、切れてます結構いやそれ僕らの世代だったら絶対切れてないですよって言うんですけど思った、思いましたよね、はい思いました、あ全然切れてないですいやいや全然会話がネットしてるじゃないですか今のネットだった、さあ力強いクロスダウンザライン、ちょっと高いボールを使いました、ちょっとこのアウト多いですね清水選手、わずかなアウトが、まあ、軌道を上げられてヒットポイントずらされている感じがあるんで、どうせだったらもう少しグッと前に一歩入って、早い段階でボールを捉えたいですけれども、まあ、そこはね相手が加藤選手なんで、この辺りの上げ下げ一級品ですからね、お逆を行きました、逆ついた、スイング方向を変えて、ラケット持ち上げて今まあダウンザライン方向に持ってきましたけどね、あナイスショット40、50です、自分が一番スカッとするショット、逆突きショットって書いてます、突
ティショット、まさに今スカッとしましたね、加藤選手すごかった今の。セカンドサーブです。さあ深いレシーブ、このダウンザラインですよ。軸がずれないですね、藤島さん。全く体幹ぶれないですね、どんな体幹トレーニングしてるんだろう。いやーすごい、もうさすがです。キープして3オールです。タイブレイクですね。さあ1ポイント目は清水選手取りました。この試合面白いですね。いやここはもう清水選手落とせないですからね、うん、この場面でも打ちます清水選手。これはね、うん、まあ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 、そういうこともありますよね、はい、ワンオール。打つ清水選手、あー振り切ってクロス、これはわずかにアウト。まあ、この加藤選手この2ポイントじっくりと焦らずラリーができているっていうところは、まあ、もう戦略的ですよね。この中で相手からミスを引き出してやっぱり自分の、まあ、リードに持っていく、うん、このあたりちょっとやっぱりプレーに幅がありますね。そうですね。わずかにあと2オール。これ牛島選手そういった相手に打たせるっていうボール、はい、怖かったりしないんですか、決められちゃう。あでも私も結構緩急とか使ってやっぱ相手に打たせて、やっぱ大事な場面こういうタイブレイクとかって寄り添うのが効いてくるんで、相手もプレッシャーがあるから、まあ、打たれたらしょうがないと思ってやってると思います。さあこれは足元、いいところに落とした。これはやはりダブルスの試合も生きてきているんですかね。絶対そうだと思います。沈めるのが本当にうまい足元に、うん、清水選手わずかにボール上がらずネット、あれは難しいですよね。加藤選手3-2です。サブボディ打った、これはアウトだ。これもわずかにアウト。打っていきますね清水選手、こういった場面でも打ちますね。見てて気持ちがいいですよね。気持ちがいいです。でその中で一辺倒になっているように見えつつも、本人の中でちょっとこう微調整していって、その質がどんどん上がってきたら、まあ、おのずとこうランキングも上がっていくみたいな感じなので、うん、まあ、これはもうプレースタイル この哲学なんで、ね、どうした方がいいのにっていうのは外側からの意見で、本人は自信を持ってあそこに、まあ、ミスしたらしょうがないと思って勝負かけてるっていうのが、まあ、もう全日本チャンピオンですからね。そうですね。このあたりもう相当な自信を持ってプレーしてると思いますけども、加藤とのテニス この対比があって面白いですね。面白いですね。 4-2 です。ファーストサーブ、サーブ、ワントライ、これも出た、ちょっと出てしまいました。タイブレーク流れもありますからね、一呼吸置いて1ポイントまたエースとか取ると全然展開も変わるので1ポイント欲しいところです清水選手。
ちょっと連発しましたね、この辺り2本3本とこうミスを引き出されているのか、加藤選手マッチポイントです。逆に加藤選手が全く目立ったミスがないですね、タイブレーク、ファーストサーブです。それといいクロスです、前出た、取る、これをいいところに決めました。いや今のあの加藤選手もよく追いつきましたね、文平さん。そうですね、その後足元に先ほどと同じような展開でボレーを打たされたんですけども、清水選手もそこをリカバーして、まあ、スマッシュはあの狭いところに、いいポイントでしたね。ネットにかけて、これで加藤選手 4-1、4-3、加藤美優選手の勝利となりました。すごい試合でした。4-3で加藤美優選手の勝利です。おめでとうございます。いやレベルの高い戦いでしたね。本当ですね、2人ともグランドスラム舞台に戦っている選手ですからね。いやでもまだ予選リーグなんですよね、これ考えられない。なので、まあ、もし1位2位通過2人がしたらまた決勝トーナメントで戦う可能性もあるということですね。いやーすごい試合だったな。文平さんどうでしたか今の試合。最後のタイブレーク、まあ、清水選手からするとセカンドセット非常にいい展開で、ついていったんですけど、ね、やっぱサービス、をブレイク、されたりっていう、あそのキープしてリードした後ですよね、ブレイクされるっていう展開が少しもったいなかったなとは思うんですけれども、ちょっとオンコートあるんで、はい、オンコートインタビューが黙っておきます。加藤選手はこれが初戦でしたけれども、まずは初戦突破、今の素直な気持ちを聞かせてください。私は普段ダブルスをやっていて、シングルスは今年で3大会目なので、すごく久しぶりのシングルスだったんですけど、まあ伸び伸びできたかなと思います。はい、加藤選手っていうのがちょっと照れくさいですけども、いつ もうジュニアの時から見てるんで、ただダブルスに専念して今大会3大会シングルス3大会っていうことですけども、見てると持ち前のこのコートカバーリング力だったり、まあ、もちろんそのテクニックだったり、まだ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 っていうか、シングルスでもグランドスラム狙えるんじゃないかなと思いますけど、その辺どうですか。そうですね、まだシングルスっていうのはまだ捨てたわけじゃないので、しっかりトレーニングもしてますし、いつでもシングルスできるっていう準備はしてるので、まあ、今日のようなパフォーマンスできたかなと思います。いや会場の皆さんも多分それを期待してるんじゃないかなって思いますよね。やはりジュニアの頃からダブルスも上手かったですし、もちろんこのテクニックだったり動きの鋭さ、ね、それを生かして、もちろんシングルスもそうですけど、ダブルスでも来年はパリオリンピックもあったり、グランドスラムでの優勝っていうのも当然視野にあると思いますけど。そうですね、今年ミックス優勝できてすごく鮮明な目標に、女子ダブルスの方で優勝するっていう、目標に変わったので、そこはすごく今から準備しているので、もう来年楽しみにしてます。楽しみにしてますっていうことは僕らも期待していいですね。ねみゅほどほどでお願いします。ほどほどで。はい、まあ大いに期待できる素晴らしいプレーでしたよね。どうでしょうか。
ちろんです、はい、次に向けても意気込みをお願いしたいと思います。そうですね、あのジュニアの時にたくさん村上監督も元監督だった、監督と選手だったんですよすごくお世話になったので、やっぱりその頃のあのトレーニングがすごく生きているので、次もしっかり自分らしく、コートはいいコートに変わりますけど、ひっそりと頑張りたいと思います。また応援よろしくお願いします。加藤美優選手でした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。